時間ってありますよ。じゃあそこでいいや。カリフォルニアドールってやっていい？ここで。いいですか。じゃあ、随分前に、ニューディールと、なんだっけ、あ、日本国憲法、はいはい、続編を今日やりたいと思います。前回話した時は、ニューディール政策が、当時のルーズベルト政権のね、30年代の政策の影響をものすごく受けてたと。でそういう、政策の中から例えばブルースのような音楽が出てきたり、ジャズのような音楽が、世界に、出ていくと。でそれと一緒にですね、当時の、1930年代ルーズベルト政権の、政策の中で特に重要なのが、アメリカの映画は多分ね、ルーズベルトが保護しなかったらね、30年代に全部倒産しちゃってるんです。その時に独占禁止法から、適用除外にして、アメリカの映画会社が、系列の映画館とこれ一緒にやってるのは本当は独禁法違反なんです。これを適用除外にして守ります。で そういう流れの中で当時の、文化人っていうのかな、若い文化人が、マイノリティとの連帯とか、それから人権とか、あるいは、今はあんまり入りませんけど階級的な意識とか、そういったものを広めてきました。そうした中で、出てきた例えば監督はエリア・カザンは皆さんご存知？エリア・カザン、それから、ニコラス・レイはご存知かな？知らない。ニコラス・レイはね、理由なき犯行を取った監督。エリア・カザンは、同じジェームズ・ディーンのエレンの東か、取った監督ですね。そう。そういう人たちが、世に出ていきます。でその人たちがですね、どうなったかと。これがね、やっぱりね、今原発をめぐって言論というものが怪しくなっていくということとすごく似てるように思うんです。45年に戦争が終わりますね。戦争の最後に落としたのが2発の原爆です。その後1年間原爆実験はやらないんですけれど、46年から原爆実験がまた始まるんです。それとほとんど気を一つにして、ものすごい言論弾圧が起こります。いわゆる赤狩りというやつです。前回お話した時に30年代にビリー・ホリディが、人種差別を、ね、撤廃した、カフェソサエティで、大きな反響を巻き起こすという話しましたけど、そのカフェソサエティは1947年に、非常に共産主義的だというとんでもない理由で閉鎖に追い込まれます。それからエリア・カザン、ニコラス・レイなんていうのもブラックリストに乗って映画界からも追放されかねないと。エリア・カザンは仲間を、売って機械でね、仲間言わされるんですよ。30年代平和のための集会とか出てると、それが47年それから50年頃、議会にアメリカの議会に呼ばれて、その平和の集会に出てた人の名前言えと。そしてその名前言うと、その人たちが今度ブラックリストに乗って業界から追放されると。そういう中に例えばチャップリンがいます。チャップリンがアメリカ追放になったことはもう若い人知らないんだよね。ちょうどライムライトを取って、そのライムライトのプレミアでイギリスに渡るんだけども、それから帰ろうと思った時、アメリカはもう入国できないように閉じてしまいます。事実上チャップリンは国外追放になります。このチャップリンのライムライトの助監督だった人がロバート・アルドリッジという監督で、この時代の言論弾圧に対する恨みというか津波というのか、断固とした抗議を生涯最後まで続けます。その人の遺作が実はカリフォルニア通りなんです。ちょうど1947年、私はね、この赤狩りというのは共産主義の脅威を煽って、そのことで原爆の、政策をね、続けるその口実として、なんか生贄になったように思うんですよね。なんであんなね、チャップリンみたいな人を追い出さなきゃいけないか、ちょっと考えられないんですけど、原子力ってね、やっぱりそういう言論弾圧と常に、一緒にあったんだと思います。ロバート・アルドリッチの映画を見ると、キスで殺せという映画では、原作には原子力の層はないんですけど、無理やり脚本の中に入れます。それからソドムとゴモラ、最後ソドムとゴモラの街が滅びるときにキノコ雲が上がります。それから有名なのは合衆国最後の日は、退役軍人がね、核兵器の発
射施設を占拠して、そして大統領の人質をよこせという映画がこう撮ります。その監督がずっと恵まれなかったんだけど最後に撮ったのが女子プロレスラー2人が、命がけの戦いをするそういう映画だったっていうのがなんとも、胸に染みます。冒頭ヤングスタウンという街が出てきます。もうご存知ですよね、ブルーススプリングスティーンの、歌にあるのかな、30年代に労働争議があったりして非常に栄えた街、それが、80年代81年レーガン政権、レーガンのミックスでボロボロになっていく、そのボロボロになっているヤングスタウンが冒頭、黄色いキャデラック、ボロボロのキャデラックが走るところがとてもいい場面です。そして、当時の赤狩りについての言及が少しだけあるんだけど、あとはもう、痛快な、スポーツドラマなんですけれど、このカリフォルニアドールズが10月の19日からかな、日本でもう最後二度と見れない、公開が渋谷でありますんで、ぜひ見てください。私たちは脱原発、それから私は築地市場の移転反対、戦争反対、憲法を守れ、この戦いをカリフォルニアドールズのように華麗に美しく戦うべきだなといつも思います。皆さんで見に行ってください。ちょっと長くなりました、ごめんなさい。ありがとうございます。